ショーン・パトリック・フラナリーは、アメリカ合衆国ルイジアナ州レイク、チャールズ出身のアイルランド系アメリカ人の俳優。テキサス州ヒューストンで育ち、アウティ・インターナショナル・スクールに入学、ダレス高校を卒業後、セント・トーマス大学に入学した。大学で演技を始めるが、その理由は、演劇クラスの女の子に恋に落ち、彼女を追いかけたためという。後に、 カリフォルニア州ロサンゼルスに移り、俳優としてのキャリアを積み、1988年から、処刑人、パウダー、ボディショットそして、ディートックスなど50本以上の映画に出演している。しかし、彼を一番有名にしているのは、インディ・ジョーンズのテレビシリーズとなる、インディ・ジョーンズ、若き日の大冒険である。端正なルックスとは裏腹に気でも知られ、 上記作品の PR で来日した際には、映画雑誌、ロードショーの屋外での撮影中に、周囲の人々が注目しないのに腹を立て、その場で服を脱ぎ、下着一枚になったというハップニングもあった。ブラジリアン柔術と空手で黒帯を取得するなど、格闘好きでもある。未婚であるが、パートナーとの間に、娘が一人いる。悪なき。 挑戦ウルトラバイオレットベストフレンドサムガールズ・アイ・キャンフライ・カム・イマイ・マインド・キング・マーダー・インディ・ジョーンズ・若き日の大冒険のエンディングテーマ、悪なき挑戦を含む全8曲が入った CD が日本限定で発売されている。ザ・スミスのカバー曲となるサムガールズを除く7曲がオリジナル、本人が作詞を手掛けており、本人もアイドルではなく、 アーティストとしてと取材などを受けた意欲作である。現在は絶版となっている。ありがとうございます。